第2回武田風味彼女オーディション開催決定、またあんな企画やるよ。あのね、俺と付き合いたい女子いっぱいおると思うから、うん、もう俺も同時にさばきれ一遍にもう審査したのかなと。いや、どんな立場だよお前は。そこでね、もう一番いいやつと俺付き合おうかなと思ってるから、俺と付き合いたい女子概要欄から申し込んでや。今夜はです、ふみです、若手 TV です。今回は下北沢で企画やりたいと思います。今回やる企画はトンビが生んだ鷹を探せ対決ゲーム。どういうこと。今回は親の学歴がめちゃくちゃ重要になるゲームなんですけども、親の学歴、はいはい、トンビが鷹を生むという言葉があるじゃないですか。はい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 、まあ、能力がないものが能力あるものを生むというこ、はい、技なんですけども、なるほどなるほど。だから低学歴な親が高学歴な子供を産んだみたいな、はい、そういうのを今回探す、はい、という対決です。はい、ね、はい、高田文美の親高卒が京都大学産んだ、はい、これはトンビが鷹を産んだですね。ですね、完璧に、はい、でも結局高卒だから帰るの子は帰るみたいな。これは、はい、やめてください。京都大学入ってますから。入ってますね、わかりました。はい、まあ、こんな人探せばいいわけですね。そういうことです。わかりました。今回の対決方式としては、はい、子供の最終学歴の偏差値引く、はい、親の最終学歴の偏差値の値が大きい方の勝ちということですね。なるほどですね。でもし偏差値30以上ついたらもうこれも素晴らしい、はい、トンビが産んだ鷹認定と。あー、なるほどですね。ということで、はい、わかりました。じゃあ鷹を探してね。この企画はですね、ネバタピーのインスタに寄せられた視聴者さんからの企画です。はい、カモタイガさん、今回企画ありがとうございました。はい、お礼にね、何かプレゼントを若手 TV の方から差し上げたいと思います。はい、引き続きネバタ V のインスタの方で皆さん視聴者からの企画を募集しております。はい、ぜひネバタ V のインスタフォローしてメッセージを送ってください。概要欄載ってます。皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄か Twitter とインスタのフォローも絶対お願いします。それではトンビが鷹を生むゲーム、トンビを探せ。わかって TV。 お兄さんの帰ってた人、大学とかの秘密でお願いします。はい、はい、お兄さんどこ出身ですか。東京です。あ、東京か。なるほど、わ、ね、かりました。小さい頃の家族での思い出とか何かありますか。家族の思い出、はい、めっちゃ田舎の自然広がるところで、はい、よく行ってて、ああなんか虫捕りとか魚を取ったりとかしてました、はい、これはちょっとね、親御さんの教育良さそうですね。なるほど、はい、だからわざわざ都会からじゃ出て山奥とか行ってたわけや、車で、はい、うわこれ絶対教養あるいい家庭やな。一軒家。一軒家です。うわー、もうちょっとそれいいの、それいいの、聞いていいのそれ。大丈夫でしょ。マイホームは資産に関係するよ、ね、親の年収に関係、年収に関係しますよ、それは。まあまあ、だから、まあ、大丈夫ですかね、はい、とりあえず一旦スルーします。これは多分親高学歴です。そうですね、多分西の方の順位だと思って、はい、僕はスルーします。はいはい、今回は子どもの学歴引く親の学歴の差が大きい方の勝ちというゲームをやってまして。あ、そうです、ね、じゃあまずお兄さんの今通ってる学校とか教えてください。あ、じゃあ慶応です。慶応、でも高いやん。お父さんお母さんの学歴がいい方の方を教えてください。父親が中央の小学部、はい、おお、なるほど、ね、じゃあ一応子どもの方が偏差値高いけど、そうですね、高が高を産んだだけや。いや、そうですね、はい、賢いな、はい、下北で男の子2組見つけました。はい、どこ出身ですか。東京っす。東京。あ、でも東京です。東京っす。わかりました。家族での思い出とかありますか。あ、確かに。スーパーの中、はい、パン屋みたいな、わかりますか。はいはいはい、あります、あります。ベーカリーで、はいはい、ほんと4歳ぐらいなんですけど、はい、僕がお母さんとはぐれちゃって、はい、そこのパン僕が全部一口食べておいてっていう、うわっ、ずーっとやってらしくて。パンバージョンのヘズマリュウです。やめろお前、出したんですね。お会計前にね。そう、何もかじったパンがもう一面に置いてあるんですよ。うわ、でお母さんがそれ発見して、はい、僕がどれ食べたかもわかんないから、はい、全部そこにあるパンを買うっていうのがめちゃめちゃ相当。でもしつけがなってないよな。しつけがなってないですね、ちょっと金で解決してるから、まあまあ、ね、結局よくない、そこまで怒るべきですね、しっかり。そう、しっかり怒って高学歴そうやけど、親はさ、しつけなってないから多分低学歴やね。だから、ね、まさに探してるパターンのやつやね。なるほどね。でも分からんのよ、ちょっとまず様子が分からんから一旦スルーします。あ、いや、自分もちょっとね、いや、多分かなりエピソードとしてはいい感じなんですけど、いい感じ、かなりいい感じよ。決定ではないっていう点と、あと東京出身っていうのはちょっと僕の中で気になるんで、ね、僕はスルーしたいと思います。じゃあ答えしましょう、はい、じゃあお兄さん、はい、まず自分の学歴教えてください。僕は今慶応です。慶応義塾大学、学部は法学部。法学部。親の学歴高い方教えてください。父親母親どっちも高卒です。うわー、探してたやつ、トンビが産んだ鷹認定。やっぱ予感は当たってた、ね、めっちゃそんな感じしてたもんな。
親に対して思うこととかありますか？いや、特にないです、それは。感謝してる。はい、感謝してます。なんか学歴低いくせになんか勉強とか言ってこんかった？それは言ってこなかったんですけど、中学受験で入って。高卒の親なのに。ずっと勉強一緒に見てくれてたんで、それは感謝してます、本当に。なんでなんやろね、高卒の親やったら別に学歴さ、あんまさ、求めない気はするけど。それが逆にいいとこ行った方がいいよっていう話だったのかもしれないです。高卒の苦労知ってるから。はぁ、いや、いい話やん。お兄さんはじゃあ自分の学歴は？僕は慶応です。学部は？経済です。慶応の経済で、はい、親の大学学部を教えてください。お父さんが明治で、はい、学部は多分理系です。あ、明治の理系、はい、まあちょっとやけど、まあまあまあほぼ同じか、はい、高が生んだ高橋さん。そうですね、高がりました。こっちでした。あ、ありがとうございます。この子やったね、はいはい。下北沢の有名な食堂にやってきました、はい、もうダイエット企画中なんで、はい、魚で、はい、食べたいと思います、はい、いただきます、うん、高卒のお袋の味がする。おい、東有馬高校。おい、高卒やね、俺の親。自分の親の話でしかも。じゃあ僕もいただきたいです。僕こちらですね。じゃあハンバーグの方いただきます、うん、よいしょ。うわ、おいしそう。じゃあいただきます。短大卒のビーヤマの袋の味がする。短大卒やって、うん、何短大？なんか山形の短大。ほぼ高卒やないか。おい。父親はちなみにビーヤマ。これちょっと公開しないよこれ。あ、まだ公開しないよこれは。言えない。いや、まあ言ってもいいよ。おお、ためるな。ちょっと食レポいきますね。それ食レポも、はい、いいねんけど。いただきます。うん、神奈川大学旧市生の味がする。うちの親父神奈川大の旧市生。旧市生いらんねんけど、その情報。宮山の親父神奈川大学です。早稲田やからさ、うん、トンビが産んだ高や。あ、そうしたね。竹の自分の声です。下北で男の子3人組見つけました、はい、この子やな、ちょっと注目やな。何何何注目ない。いや、まずいいとこの好感すごくて、ね、ザ優等生みたいな。ザ優等生な感じや。出身どちらですか？出身は東京です。東京、はい、同じです。東京、同じ東京です。ああ、やばい。いや、ちょっとね、中高一貫の匂いがする。匂いするな。なんかね、私立の匂いがプンプンする。家族との思い出のエピソード教えてもらってもいいですか？ハワイが好き。うわー、もう絶対上流階級です。上流。これもないですね。親絶対上流階級です。お兄さんはどうですか？旅行は小学校上がる上がっはい、で以来一度も行ったことない、はい、あ、旅行行かないんだ、逆にね、はい、忙しい。そうっすね、忙しい。あ、なるほどね。ブラック企業にお勤めのようです。違う、違うだろ、多分経営者とかだったら忙しい。そう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 、うん、馬車馬のように親働いてる。誰よお前。整ってるからさ、美容とかに結構お金かけてそうやね。 なるほどね、確かに。ちっちゃい頃からいい服着てそうやで、ね、七五三とかもなんか袴とか着ていくタイプやね、多分。そうなの。ちゃんとしたなんか黒い服で着ていくタイプやね。もうそう見えるのね。ないな、この彼も。じゃあお兄さんですね。親は結構両親に放置されてた方なので、はい、あんまり親との思い出っていうと結構少ない、ね、親が放任主義っていうのは2種類あって、はい、もう本当に親が教育方針がないか、はい、あの自由にさせるっていう ね、 あ、これなるほどね。自由にさせる、これ高学歴育ちやすいです。確かに確かに確かに、はい、決めた。こちらお兄さん熱唱します。まずお兄さん本人の学歴聞きましょう、はい、日本大学です。どーん。経済学部。やばい。親のもう高い方の学歴。お父さんは同志社大学。うわー。たかがトンビ産んでました。親を超えられなかった。超えられなかった。武田勝頼です。やめろ。彼、日本大学経済学部偏差値 52.5、お父さん同志社大学法学部偏差値 62.5 で偏差値マイナス10でした。でも僕がそれよりも外したらビーヤマさんまだ勝ちですから。あ、なるほど。そっか、まだね。うわ。お兄さんは自分の大学とまずどちらですか？オービリン大学。お、学部は、ビジネスマネジメント学部。親の高い方の学歴を教えてください。明治薬科大学。おお、薬学部。はい、そうです。なるほど。お兄さんは高卒で、親の学歴は？親父も高卒で、はい、母親は音楽 の、 あの専門学校。ああ、なるほど、わかりました。はい、下北沢で女性の方につけました。はい、趣味とか何かありますか？野球観戦。うわ、いいっすね。なるほど。僕も好きです、野球観戦。親の影響とかやったりします？野球が好きって。あ、お父さんが。あ、そうなんだ。いや、これ大事っすよ。野球好きのお父さんってあんま賢くないんで。なるほどね。ちなみに何ファンですか、お父さん？
タイガース。うわ出た、これ関西出身や絶対。これめっちゃチャンスよ。大阪で賢いおっちゃんってめっちゃおらんねん。あ、そうなの。そう、関西ってね、あの昔は学歴すごい低かったんですよ。そうなの。そう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 、だって大阪のおっちゃんで頭いいなって思ったことないでしょ基本的に。橋本通るぐらいだね。北野高校早稲田大学、はい、家族旅行で行ったことある場所とか教えてほしいです。オーストラリア。うわやばい。直近が台湾、台湾、シンガポール、はい、香港。やばい、めっちゃ行ってる、めっちゃ行ってる。イギリス。めっちゃ行ってる、めっちゃ行ってる。フランス。めっちゃ行ってる、めっちゃ行ってる。どこだろう。ちっちゃい時はオーストラリアとかグアムとか。めっちゃ行ってめっちゃ行ってる。行き過ぎ行き過ぎ。結構海外は行ってる。海、めっちゃ海外行ってんな。これをどう捉えるかやな。大阪って商売上手な人間が多いんですよ。海外めっちゃ行ってますけど、これはお父さんが商才があっただけやと思ってます。阪神、はい、ファンのおっちゃんが高学歴じゃないことにかけて勝負します。怖いな。お姉さんの通ってる大学を教えてください。東京女子大。東京女子。おお、え、マジ医学部っすよね。医学部っすよ。よし来た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 。お父さんの通ってた学校を教えてもらっていいですか。東京大学です。マジ。ちょっと待ってくれよ。なんでやねん。ちょっと待ってくれよ。おかしいやろ、おかしいやろ。父親東大。おかしすぎるやろ。いや、おかしくないよ。東大だから医学部生まれたんだよ。差が、マイナス 7.5。 おお。飯山さんは差は。僕はマイナス10です。でマイナス 7.5 なんで僕の勝利です、はい、ただこれ全然勝った気もして。いやあれだよ。お母さんも東大。お母さんも東大。ちょっと、うわーやば。何その家庭、そんな家族に生まれたかった。ゾンビが生んだタカを探せゲームやってきました。はい。いや僕マイナス10でした。もうタカがトンビ生んでたね。タカの海マイナス 7.5 と、はい、ということで、はい、両方失敗とですね。まあでも、まあ、僕の勝ちですけども、ちょっとレベルが低すぎましたね。もうこんなんダメですね。本当はこう見たら親分かるはずなんですよ。ですよね、我々クラスなれば、まあ、ですけど、はい、やっぱちょ今日は不甲斐ない試合を見せてしまったらということ ですね。ちょっと次はね、ちゃんと決めに行きたいと思いますね。次成功させたいと思います、はい、この企画を提案してくださった鴨大河さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。プレゼントを分かってみから送らせてもらいます、はい、ネバタピーのインスタでね、企画随時募集してますんで、もし視聴者の方がこんな企画やればいいんじゃないかみたいなのがあれば、ネバタピーのインスタまでここで DM をお待ちしております。はい、概要欄にあります。皆さん、チャンネル登録と高評価、概要欄からTwitterとインスタの方も絶対お願いします。絶対やね。はい、じゃあ今日はこの辺で、バイ。